今日はこれです。チョモランマの水、エベレストのミ,ミネラルウォーターです。日本ではまだ未発売です。それ、このボトルの形、非常に面白い形です。なんかボトルの形だけでそそられる、そんな感じがします。これから開けてみます。なんかこれコップみたいな感じですね。 なんか刺激的な味を期待してたんですけどまあ非常にまろやかで飲みやすい味ですやっぱしアジア側っていうことでこの日本人には飲みやすいのかなそう思いますあとこれキャップがコップになってるこれは面白いですね ごくごくのものっていうよりかは、このプレミアムな感じ、そんな感じで置いておいて、それで飲むようなものですね。やっぱし、エベルストっていう最高峰の名前、チョモランマという最高峰の名前がついてますので、大量消費というよりかはプレミアム感、そんな感じの飲料です。これまだ日本では、この流通とか販売とか交渉中のことです。どのようなルートになるかまだわからないです。ただ、 期待したいですねチョモランマグラシアただ日本だとどのような商品名になるかまだわからないです、まあ、日本語がここに入るのかそれともチョモランマじゃなくてエベレストそういうふうになるのかちょっとわからないです、まあ、ぜひ期待したいところですねそれプレミアムなものとしてなんかホテルとか高級な飲食店とかそういうところに並ぶのがいいんじゃないかなと思いますあとは このネパールとかチベットとかそこら辺の料理店そういうところに置いとくといいんじゃないかなと思いますまあどのような感じで展開されるかわからないんですけどこう期待ですね以上です